動画のご視聴ありがとうございます。皆さんはスタッドレスタイヤに交換した時などエアチェックはされていますか？最近この動画のやり方に変えてからものすごく作業が楽になったので、ちょっと紹介してみたいと思います。当然ながらこのようなオファーが底辺の YouTuber である私に来るわけはないので、当然自腹で物品は購入していますが、それでも良い商品だったので紹介していきたいと思います。今回紹介するのはこの空気入れですね。空気の入れ方はすごく簡単で、タイヤのエアバルブにノズルをねじ込んでいくだけです。皆さんがスタッドレスタイヤを出す時ってだいたい10ヶ月前ぐらいのものを出してきますよね。そうなるとタイヤに空気が入っていないことが多いです。今回は 1.1 キロしかエアがなかったので、このままでは走っていくのがちょっと危ないですね。ガソリンスタンドまで行けばエアの補充はしてくれますが、そこまで走っていかなきゃいけないので、これだけエアが減っているような場合はできれば走行前に入れた方がいいですね。この商品に出会う前、私は今までフットポンプを使ってたんですけど、エアを 0.1 キロ上げるのに10回ほどポンピングしてました。となると今回 1.1 キロから 2.3 キロぐらいまで上げるので120回ぐらい踏まないといけないです。しかもフットポンプはそれなりに力を入れて踏まなきゃいけないのでかなりきついです。それが4本もあると500回ほど踏まなきゃいけないので相当辛いですね。鍛えたいストイックな人ならいいんですけど、私はもともと弱々なので500回も踏んでたら足がつってしまいます。今までフットポンプで1本あたり5分かかってたのがたった1分で作業が終わります。なんだかコマーシャルチックになってますが、感動的に楽ができますね。あと重要なのがエア圧力の精度ですね。手持ちのまずまず精度のいい圧力計を持ってきて計測して、このマキタの設定値と比較してみます。その結果は設定圧力 2.4 キロに対して実測値 2.3 キロでした。これだけ精度が出てれば OK ですね。ホースの取り外し時に少しだけエアが抜けてしまうので、それを見越して 0.1 キロほど高くしておけば良さそうです。話は変わってタイトル画面にあった裏技の紹介をしていきたいと思います。まずこの製品はマキタ製で、ライバル会社の廃鉱機には存在しない商品です。それで私が最近 DIY にハマって揃えていた工具はマキタではなく、マルチボルトバッテリーの使い勝手が良さそうだったので廃鉱機を選んじゃってたんですよね。それで空気入れが欲しくなった時に改めて調べてみるとびっくり。ラインナップは結構共通してるんですけど、廃鉱機の製品だけこの空気入れがなかったんですよね。かなりがっかりしました。マキタと廃鉱機のバッテリーは互換性がないので使えないです。マキタバッテリーと充電器を買えば済むんですけど、場所も取るしお金もかかります。そんな時に出会ったのがこの変換アダプターです。マキタの 18V 製品にこれをかますと、なんと廃鉱機のマルチボルトバッテリーがセットできます。使い方はめちゃくちゃ簡単で、アダプターを間にかまして取り付けるだけです。これ作ってくれた人マジで神だと思いました。もともとこの充電器は床に置いて使うものなので、アダプターの分長さが増えてしまうのは特に気になりません。電池の残量表示だけは機能しないんですけど、特に気になったことはないです。この裏技を知ってるだけでマキタのバッテリーと充電器を買わずに済むのは大きいですね。通販番組ではないですが、この空気入れはマジでおすすめします。今回も動画のご視聴ありがとうございました。動画を作る励みになりますので、チャンネル登録・高評価をぜひお願いします。